貨物列車が通ると揺れた。二人の出会いの部屋でした。覚えてますか、寒い夜赤ちょうちんに誘われておでんをたくさん買いました。月に一度の贅沢だけど、お酒もちょっぴり飲んだわね。雨が続くと仕事もせずに、キャベツばかりをかじってた。そんな生活がおかしくて、あなたの横顔見つめてた。あなたと別れた春の夜、公衆電話で箱の中メダルを抜かれも抜き抜き